摸得一下。So cute. Just one more, just one more, one more.
ラフでも食べれると書いています。豚肉の心臓部分になります。パツになりますね。これはライオンの餌になります。ライオンにお肉を全部あげていただきたいと思います。左手側に黒い物体が、白いテープが当たりまして手すりがございます。でこの白いテープ、実は動物の顔の来る目安となるシールになる、シールになりますので、私のでご案内します。そこについてお客様、皆様が楽しんで餌あげを終了するまでですね、クマの方絶対に逃がさないでください。さあそれではね、行きたいと思います。最初のロボはクマのエリア、ベアゾンからのご案内となります。上がります。それでは今クマが来ますので、ぜひ今晚殺你冇就唔好嘴出嚟啦。Bye, Kuma-san.さあ、あとはね、リンゴとニンジン、ここで全部使ってください。お客様お腹が空いて食べたらダメですよ。クマの餌ですから。ニンジン is carrots. リンゴ is apple. ニンジン is carrots. さあ、あとはね、正面来た目にしっかりちゃんといただきます。おー、you found a pair! さあ、あとはクマさん、順番に行きますのでね、待っててください。リンゴとニンジン、ここで全部使っていただきます。Do you see? Do you see the pair?That was amazing. ちょうど今日通常ですね、あまり来ないんです。メスの方が多いです。あとはね、向こうのオスを起こしたいですね。なんだかね、気づいてるんですけどもね、ちょっと無視されてる状態になってますね。オスライオン来てくれないかな。ということがね、今お客様の目の前でご覧いただいています。そしてライオンの習性は白目白母型、行動する時間帯が朝方夕方になっています。よって日中深夜を含めたおよそ20時間はエコみたいです。非常にね、顔は怖いんですけれども、非常に穏やかな性格の動物。サバンナのスプリン、今ちょうど右側のねチーター出ています。はい、まだまださらにこの先右側にチーター、小さい像なんです。アジア像をご紹介していきます。耳が小さいのと頭のてっぺんをご覧いただきます。まあ、悪い動物で、私たちの世界でいう近眼で乱視が入っていると言われています。その視野視界は10メーター程度、ほとんどぼやけています。それを補うため、実は血圧がすごく高いんですね。でその数値を言います。下が150平均、上が300を超えちゃう血圧になります。そうなんです。実はですね、キリン心臓からね、頭に血を上げるために高血圧になります。でその数値が、先ほどねご紹介した下が150で上が300を超える血圧を持っています。はい、また水筒しますと、実は続いてしまうというね欠点を持ってるんです。おー、わーお。そして今ちょうどね、ダマジカ色が3色揃ってます。バンビ模様、そして茶色、白と、こちらがヨーロッパの鹿、ダマジカになりますね。Yeah, watch it.